コネチカットはアメリカ海軍のシーウルフ級原子力潜水艦の2番艦。艦名はコネチカット州にちなみ、その名を持つ艦としてはコネチカット級戦艦1番艦以来5隻目。コネチカットはコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボートに1991年5月3日建造発注される。1992年9月14日に寄港。 1997年9月1日にパトリシア・エル・ローランドによって命名、浸水し、1998年12月11日に収益した。1999年は成長及び武器システム、センサー、隠密性の評価に費やされた。1999年9月にエレクトリックボートにおいて成長後の信頼性試験を行う。この試験で、 その作業量は100%の増加となったが、コネチカットはこの試験を期間を残して全て完了した。コネチカットの試験はエレクトリックボート100年の歴史で最も安全なものであった。2003年4月にコネチカットはワシントン大学の応用物理学研究所北極圏観測所において氷を砕き浮上した。コネチカットが浮上すると一頭の北極熊がその 方向だにかじりついた。コネチカットは任務を終え、自力で基地に帰還した。2004年3月31日、コネチカットは対テロ戦争の一環として、ワスプ特別攻撃グループに加わり出航する。9月2日に、ニューロンドン海軍戦を水管基地に帰還した。2021年10月2日、南シナ海の航海上で先航中に、何らかの物体と衝突した。 乗組員15名ほどが負傷したが、全員命に別状はなく、また原子力推進装置にも異常はなかった。衝突物体は未知の宮まで、艦隊は損傷、艦長、副艦長などが解任された。ありがとうございます。